はい、どうもこんにちは、翔平です。ということで今日の動画はですね、私まあ美容師をやってるわけなんですけども、僕がどういうスタイルを作れるかっていうのを今日は、紹介していきたいと思います。ちょうど1年前ぐらいにお客様のスタイルを紹介する、ちょっとなまりましたね。お客様のスタイルを紹介するっていう動画を作って、まあ何十枚かね紹介したんですけど、またねいろいろ増えてきたので、まあ僕自身美容師としてどういうスタイルを提供して、どういうスタイルをこう作ってるのか今日は紹介していきたいと思います。本当はねインスタとかヘアアカウントみたいなの作ればいいと思うんですけど、なんかちょっとめんどくさくていつか僕のインスタのストーリーのところにまとめておこうかなって思うんですけど、前ツイッターの方でねハッシュタグ翔平のヘアスタイルみたいな感じでまとめてやってたんですけど、なんかもうある程度増えたからもういいかなっていう感じで最近はやってないんですけど、またねこうやって動画で、一気に紹介していこうかなと思います。まあこれからもしね髪を切るとかカラーをするとかパーマするとかで、悩んでる方がいましたら参考にしてみてください。ということで早速紹介していきたいと思います。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。前回のスタイルとちょっと重複しちゃう部分があると思うんですけども、パパパパやっていきたいと思います。はい、最初のスタイルはこちらですね。刈り上げの、束感マッシュスタイルですね。はい、こちらもまあ動きのある束感スタイルですね。まあ大体僕のお客様のスタイルは、束感マッシュとかウルフとかが基本多いですね。はい、こちらもウルフの束感スタイルですね。こちらが、YouTuber の有山くんかな、うん、そうですね。刈り上げの、まあ、高速厳しいんで、刈り上げのマッシュスタイル、まあ、高速をクリアしたスタイルにしましたね。はい、こちらも一周刈り上げた、まあ、結構単発の、スタイルですね。まあ、こういった感じのね、刈り上げ系も、多くオーダーをいただきます。はい、次は顔周りの腰目のスパイラルの束感スタイルです。はい。ですね。あ、次は、よくスタイリングで来てくださるお客様の激束スタイルですね。これも以前紹介したかな。はい。あ、次はカラーですね。これ確かブリーチ2回やったかな ?2 回やってここまで明るくして、で、はい、こちらですね。名前がなんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、パープル系ですね。はい。まあ、バイオレットというか、パープルかな。うん。青寄りのパープルというか。だいぶね、濃く入れて、色落ちを楽しませるスタイルでございますね。まあ、僕はもう昔からこの色に関してはね、動画でやってるんで、特に説明はしないです。あ、こちらはですね、助手系を狙ったふんわりした束感のスタイルですね。はい。こちらの方は、ブリーチカラーとカットの客様だったかな、確か。で、ブリーチしてカットして、はい、グレージュにしましたね。こんな感じで韓流系の、スタイルもやっておりますね。もうバツンっていう感じの。うん、すごい、グレージュやっぱいい色ですね。うん、こうして見ると。はい、こちらの方はすごいね、めっちゃ伸びてて癖が多くて、で、これをバッサリ切って、はい、こんな感じにね、短くして、この癖を活かして、はい、こんな感じで、自然な束感スタイルにしました。っていうビフォーアフターです。ね、はい。あ、次のお客様、カットブリーチカラーのお客様ですね。だいぶね、根元も黒くなっちゃって、それをカラーして、こんな感じで綺麗にね、紫系の、まあ、グレージュカラーですね。濃いグレージュカラーにしました。はい。この人ね、いつも大阪から来てくださるんですけど、すごい面白い方で。最近は見てないな。はい。あ、次も、カットブリーチカラーのお客様ね、すごい黄色みがね、強いお客様で、まあ、濃い紫にしたいということで、がっつり紫を入れて、発色のいいね、パープル系の色を入れました。やっぱね、僕と言ったら、パープルっていう方が、イメージが多いと思うので、自然とね、パープルカラーすごいオーダーをいただきますね。まあ今年ね、パープルすごい流行るみたいなのでね、僕紫系すごい得意なんで何でも聞いてください。はい。あ、でお次がですね、これめちゃめちゃ綺麗な白のカラーのお客様なんですけど、これ僕がやったわけじゃなくて、この色からですね、もう本当に心が痛むようなね、施術でしたね。これから、なんともう就職しないといけないっていうことで、はい、黒染めをしました。はい、すごいね、やってて心が痛かったんですけど、
白い髪色から黒くするのって実はかなり難しくて、こう配合間違えるとすごい青っぽくなったりとか、なんかねこう黒をね通り越しちゃうので、それをこう発色させないように調合するのがね結構悩みましたね。はい、っていうので自然な黒髪にしてね、就職頑張ってくださいということでやりましたね。これはもう印象的ですね。こんな綺麗な色なのにみたいな感じでやらせていただきましたね。はい、でお次が、はい、こちらの方がですね、すごいもう癖もあってボリュームもあってね、で、すごい伸ばして本当にザ・マッシュスタイルっていう、この髪型からもうがっつりカットさせていただいて、めっちゃイメチェンして、この癖感を生かしてアイロンを使わないでね、こんな感じで、ナチュラルにふんわりに、ふんわりした感じに動かしましたね。まあね、元々ある癖感をやっぱね、生かしたいんで、っていうカットもしております。はい。はい、こちらはまあ普通の刈り上げの、マッシュスタイルですね。あ、こちらの方もめっちゃ長くて、これもビフォーアフターですね。めっちゃ長いところからバッサリ切って、これぐらいね、爽やかな感じにしまして、まあスタイリングでね、ちょっとまあウルフ寄りな感じで動かしましたって感じです。また長い方。結構多いんですよね、こういう方が。はい。長い状態から、バッサリ切ってね、こんな刈り上げの、男らしい爽やかなスタイルにしましたね。超イメチェンですね。まあこの人もすごい顔立ちがこうはっきりされてたので、こう顔を出した方がいいなと思ってがっつり刈り上げました。はい、あ、お次も、刈り上げ一周させたスタイルですね。ジェットモヒカンですね、これは。はい、次がこれがブリーチ、カットブリーチカラーの人かな。はい、でブリーチして色を入れて、こんな感じで濃い、ブルーですね。ノクティサッシュだったかな、オーダーがちょっと覚えてないんですけど、まあディープアッシュみたいな感じの、青みの強い、色にしました。すごいね、こんぐらい落ち着いた色もいいですよね。はい、お次も、ブリーチ2回のカラーのお客様かな、これは。で、ブリーチ2回して、こんだけ白くなりましたね。白くしてからの、青を入れて、こんな感じに。結構ね、発色をきれいにしたいっていうオーダーだったので、これも確かノクティスアッシュだったかな。ノクティスアッシュっていうのは FF の、15の主人公のノクティスのヘアカラーを、イメージして僕が作った色です。はい、すごくいい色ですよね。青もね、すごく僕は紫の次に好き。あ、次、刈り上げの中でもかなり上の方まで奇抜な、スタイルですね。こういうスタイルってね、なかなかこう合う合わないっていうのがあるので、まあカウンセリングだったりいろいろ相談とか乗って、まあその人の雰囲気とか、ファッションとか、そういったのを見て僕はこういうスタイルは提供しております。まあこういうスタイルもやってるのでね、ぜひご相談くださいということで。はい、お次の方はすごいね癖が強い方なんですけど、こちらの方はカットして刈り上げして、でその癖感を生かして、横にねあるオーシャンのワックスが見えるかな。これで、艶を出して動きをつけてね、ウェット感を出したくせ毛のスタイルですね。はい。あ、こちらも結構奇抜な刈り上げスタイルですね。はい。あ、これはですね、癖が強い天然パーマの、お客様にさらにね、パーマをその上からかけて、すべてスパイラルですね。すべてスパイラルのパーマをかけて、さらにパーマ感を強くして、で、カットで、うまくかかるように調整してやりましたね。次はね、セニングだけしました。結構強めにかけて1ヶ月後に来てくださったんですけど、まあもともとくせ毛っていうのもあって、こんな感じで、長持ちするね、リリーオリジナルの束感パーマっていうのもね、やってますので。はい、次のお客様もブリーチとカラー、カットブリーチカラーで、紫のこんな感じのスタイルにしました。はい、あ、お次もですね、すごいもう、めちゃめちゃ奇抜なスタイルで、超刈り上げして、こんな感じで上なんか長さ残して、動きつけてっていう感じのスタイルですね。お次もブリーチとカラーで、こんな感じでね、もうほぼ黒に近いけど、よく見ると青みたいな、もうブルーブラックですね、これは。はい、そんな感じのオーダーをいただいて、提供しました。はい、という感じでいかがだったでしょうか。まあ僕自身やってるスタイルって束感とかこういうセンターパートとかが多いんですけど、刈り上げだったりすごい、奇抜な
刈り上げスタイルとか、派手な髪色とか結構幅広くオーダーをいただいております。メンズだったらね、基本僕もどのスタイルも、得意なのですが、まあ、奇抜カラーとか、激タバとか、まあ、そういうなんかちょっと激しめの方がどっちかっていうと僕的には得意というか好みというか、もちろんブラウン系とかもねすごく普段オーダーはいただくんですけど、まあ、そんな感じのを今日は選んで、皆さんに紹介してみました。まあ、なんか気に入ったスタイルありましたらぜひ、参考にしてみてください。もしこの動画見て指名したいなって思ってくださった方は、まあ、僕マンツーマンで全部やってるので、もうカウンセリングからしっかり時間、一人一人お客様の時間取ってやってるんで、とにかく僕はカウンセリング結構重要視してるので、そこでなんかなりたい自分とか、こういう髪型やりたいけど似合うかわかんないとか、髪色をやりたいけどどうなのかわかんないとか、もうとにかく何でも悩んでることをぶつけていただければ全てその人に合うように、提供させていただいておりますので、ぜひね機会ありましたらお待ちしております。自信を持ってね、技術、まあ、サービス提供させていただきますので、ということでこの動画もし、面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にも予約できる、URL のアプリ貼っておりますので、そちらからぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。